八木沼、小祝、今川という順番です。いよいよ最終組、24番目最終スケーターが出てきました。横谷、横谷、花江、ショートプログラム終わって4位です。彼女も5種類のトリプルジャンプをこなしますよ。最初はダブルアクセルから、去年のこの全日本では第7位、世界ジュニア6位という成績も残しています。関係者からは本当に世界レベルの技術を持っているというお墨付き。彼女のジャンプはですね、はい、入る姿勢と降りる姿勢がですね、ほとんど上下運動がないということですね。さあ難しいトリプルルッツ、ダブルトーループ成功。これは素晴らしい。そしてあの上下運動、上半身の上下運動がないということで、はい、非常に流れがいいということですね。ハーフループからのトリプルサルコ、ただ単にトリプルサルコではありませんでしたね。こなしてますね。はい、本当に軸がすごくいいし、今日はジャンプのキレも素晴らしいと思います。思わずわっという、やはり姿勢が、はい、姿勢がいいもんですから、多少のジャンプの回転不足や回りすぎなども抑えきれますね。優勝争いにわっと入ろうという横谷。トリプルトーループ、4種類目でしたね。はい、さあ5種類目トリプルサルコー、見事でした。5つ目のトリプルでしたね。ゆかさん、やっぱり世界に行くにはこのね、はい、トリプルは必須条件という。そうですね。ただ横谷選手の場合は質もすごくいいので、十分世界に通用するジャンプだと思います。はい、これもすごい、トリプルトーループからダブルトーループ、笑顔が見えました。いや、今日は素晴らしい。高校2年生の横谷、思わず、これもまた表情が崩れました。すごいですね、最終グループの最終滑走者でこれだけの6つのトリプル決めましたね。そうですね、もう技術的には今までの滑った中ではもう1番ですから、はい、もうそれなりの点数が出ると思いますよ。さあ小川さん、はい、得点が気になりますね。この得点とですね、昨日行われた得点との合わせた得点が
総合になりますんで、はい、それが今ちょっと楽しみですね。あ、これはトリプルサルコー。さあ今得点が出ました。テクニカルメリット5.7、5.7 というスコアが、失礼いたしました、1番と5番のジャッジから出ています。しばらくお待ちください。あ、村コーチに付き添うように、いや、これはね、これはうまくいったというね、感激のね涙でしょうか。それだけの評価がね、与えてあげたいですよね。横谷さんの得点、今改めて得点が出ます。 5.7、 5.3、 5.5、 5.4、 5.7、 5.7、 5.4、 5.6。 これはもうファーストマークはもう一番の 点数ですね。 5.7 が3人います。さあ表現力、 5.1、 5.4、 出ましたね。5.3、 あ、トップに躍り出ましたね。すごいすごい、横谷初優勝です。ヤギ沼が抜かれました。横谷、ヤギ沼、小祝という順位になりました。見事に高校2年生の横谷花江が全日本初優勝です。いや、大逆転勝利ということになりました。いや、小川さん、もう予想はつきませんね、試合というのは。本当ですね。まあ、しかし去年も最後の最後までこれをドラマが待ってたというね。そうですね、また今年も